こんにちは、養生ダイエットコンサルタントのエリーです。今日も10キロレベルで自然に痩せる方法勉強していきましょう。今日は質問いただきました。49歳女性の方ですね。健康診断で中性脂肪が高いとお医者さんに言われたのですが、何か簡単に減らす方法はありますか？健康診断、血液検査の数値ですね。食事で摂取された脂質や糖が肝臓で中性脂肪になって血管の中を通っている、その量のことですね。血管内の中性脂肪が多いと皮下脂肪や内臓脂肪に蓄積されるので太ったということになるわけ。でも必ずしも中性脂肪が多いイコール皮下脂肪、内臓脂肪があるということではなく、その元になるものがすごく多いよ、これから太る可能性ありますよという合図だと思ってください。さらに中性脂肪が増えて脂肪肝の指摘を受けた場合、お医者さんに痩せてくださいと言われることがあります。でも痩せられないから脂肪肝になったのよという逆説的な話にもなるので難しいんですよね。でも安心してください。今回は中性脂肪も少なくなって劇的に痩せる方法3つご紹介します。簡単だけど根本的、絶対やってほしいことです。私の養生ダイエットの生徒さんで脂質異常があり、血液検査 C 判定から脱却して7キロ余裕で痩せた方がいました。その方もやっていたことですので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。体脂肪と中性脂肪をやっつけるテク3選。1つ目、甘い飲み物と縁を切る。他にどんないいことをしても全て総崩しにしてしまうのが甘い飲み物です。水分補給はシンプルに水、お茶、ブラックコーヒー、無糖、甘さなし、いかなる甘さも決して飲み物に入れてはいけません。シュワシュワっと甘い清涼飲料水はもう悲劇です。 100% フルーツジュース、野菜ジュース、甘い飲むヨーグルト、甘い青汁、健康そうな顔して甘さに入っているもの、全て縁を切ってください。中性脂肪って食事の脂質と糖が元になっているわけなんですが、もっと解像度を上げていくと液体の甘さがマジでヤバいです。同じ砂糖の量でも液体にすると傘が減りますよね。さらに吸収が良くなる、糖が余る、中性脂肪になるです。糖は絶対必要な栄養素なので、玄米や雑穀米でしっかり食べるのがリスクが少なくなります。無意識に中性脂肪のもと水分補給で飲むのは絶対にやめておきましょう。液体の甘さはマジで吸収がいいんですよね。コーヒーにガムシロ、紅茶に蜂蜜、ヨーグルトにオリゴ糖、入れないでください。それらは野菜と穀物で中性脂肪のリスクや太るリスクがなく取ることができます。ペットボトルのスポーツドリンクもやめておいた方がいいです。その中には角砂糖8個も入ってますよ。さらに甘い飲み物は甘さへの依存性が高くなります。めっちゃ食欲が増えるんですよ。その増えた食べ物って何ですか？チョコ、ケーキ、ピザ、パスタ、フライドポテトじゃないでしょうか。そう、ジャンキーな食事が食べたくなるのは甘い飲み物の味覚の罠なんです。この暴食を止める最善の方法は甘いものの摂食頻度、水分補給で甘い飲み物を使ってしまうと30分に1回とか、長くても2時間に1回とか、そんだけ取っちゃいますよね。ここから脱却するだけで中性脂肪は格段に減ります。生理的な話だけでも甘い飲み物やばいとなるんですが、私が強く言いたいのは、甘い味って感情を落とすんですよ。甘い味を取りすぎると落ち込みやすくなるんですよね。甘い味ってそもそもはリラックスイコール細胞を緩める味なんですよね。緊張感が抜けるのでほっとしたい時に飲みたくなるかもしれません。でも飲みすぎるとどうなるか、動きたくなくなるんです。やる気や集中力がなくなったり、無駄に気持ちが落ち込んだりするんですよね。そもそも甘い味って水分を体に溜める性質があります。その水ってどこに行くかと言ったら下半身なんですよね。足や骨盤、この辺りにムクムクと溜まってだる重になってきます。フットワークが重くなるというイメージですね。疲労感や意志の弱さと似た感覚にもなるので、どうせ自分はできないんだという違う感情まで生み出してしまうかもしれないから厄介なんです。マジで甘い飲み物と縁を切ってください。今日から絶対にできます。飲み物は水、お茶、ブラックコーヒー、甘さなし、無糖、そう決めましょう。人生が変わるインパクトがあります。ぜひ参考になさってください。体脂肪と中性脂肪をやっつけるテク5選。2つ目、抽出油は小さじ1杯まで。抽出油とは料理に使う液体の油のことですね。サラダ油とか米油とかオリーブオイルとかごま油とか、こんな感じです。これ料理に使うときはほんのちょーにしてください。確かに油って細胞の壁を作ったりホルモンの材料になるので絶対必要な栄養素なんですよ。なんですが、世の中で普通に使える家庭用の油で細胞の壁、ホルモンの材料を作
作らないでほしいんです。それを作るのは魚、ナッツ、大豆製品、玄米に入っている脂質の方です。つまり抽出した油ではなく、脂質は素材から取る。これが中性脂肪をつけないコツなんですよね。家庭用の油、外食で使われる油、マジで酸化度合いがすごいんですよ。血管に炎症を起こし、血液が通る道を塞いじゃうんです。さらに酸化って細胞が老けることなので、太る以上に嫌だなと私は思います。どの油ならリスクが少ないかとよく質問されるんですが、それを言うと安心してドバドバ使う人が増えてくるんで、私はあまり言いたくありません。でも言ってしまえばオリーブオイルが一番安全牌です。どんな油も大さじ1杯135キロカロリーあります。小さじ1杯なら45キロカロリーです。使うならほんのちょっとでいいですよ。フライパンにこびりつくということもほんのちょっとの油で大丈夫なんです。なんだったらフライパンで調理せずにトースターや蒸し物、煮物で調理油なしで使った方が確実に中性脂肪は減らせます。外食やお惣菜に溢れんばかりの抽出油イコール中性脂肪の素が入ってるんで、ご家庭の食事には入れない調理を心がけるのが普通の対策だと思います。さらに調理油をどうしても使う時のテクニック覚えておいてください。水を加えて蒸し煮にする。例えばキャベツの炒め物を作る時に大さじ2杯くらいの水を入れて蓋をします。すると蒸し焼きになりますよね。これは油を加水分解しています。加水分解とは脂質をさらに小さな分子にしてエネルギーとして使われやすいように細かくしていくということなんですね。大きい分子は使いにくく溜められやすいんですが、小さい分子は使いやすいのでエネルギー源として利用されて溜まりにくくなっていきます。でも使わない方がリスクが低いということは間違いありませんよね。脂質は魚、ナッツ、豆、玄米で取ってください。肌もいい調子になりますよ。体脂肪と中性脂肪をやっつけるテク3選3つ目、肉を半分以下に。お肉はタンパク質多めで健康に良さそう、糖質じゃないからいいよね。いやちょっと違うんですよ。マジでお肉食べるならお肉を分解する野菜を5倍食べてくださいね。野菜を食べないならお肉減らしてください。お肉の油って本当に体内に固まるんですよ。飽和脂肪酸と言いますね。中性脂肪も増えますが LDL コレステロール、悪玉コレステロールも増えます。これらは内臓脂肪に溜まりやすい脂質なんですが、これが増えてくるとインスリンが効きにくくなるということが分かっています。インスリンとは体の中で唯一血糖値を下げるホルモンですね。インスリンは別名脂肪蓄積ホルモン。インスリンが効かないということは血糖値を下げるためにたくさん出さなきゃいけなくなるんですよ。つまり脂肪をより蓄積しやすくなる、太るということなんですよね。植物性の脂質や魚の脂質は固まらないので、その分は安心感が増します。さらにお肉という特性がめちゃくちゃ大事です。お酒と甘いものがやめられなくなる、これがお肉。甘さは一つ目でも言いましたね。お酒も実は甘さと一緒なんです。中性脂肪と関わりの深い肝臓のダメージが一気に上がる。肝臓イコールお酒のイメージが強い方も多いかもしれません。やっぱりお酒って脂肪肝の元になるんですよね。脂質異常も起こしやすくなります。お肉は性質的に陽性の食品です。陽性というのは東洋医学の陰と陽の話ですね。軽くおさらいしておくと、神羅万象は全て陰と陽に分かれていると言います。陽はギューッと固まる、熱を持ち乾燥する作用。陰はボワーンと緩む、水をため冷やす作用です。お肉は陽、甘いものとお酒は陰です。陽が傾きすぎると陰の食べ物を欲しやすくなっちゃうんですよね。焼肉の後のシャーベット、ステーキにビール、ハンバーガーとコーラみたいな関係性です。お酒と甘いものって依存性が高いのでやめるのって結構大変なんですよね。でもお肉って意外にいけるんです。お肉を魚に変えるだけでそういう要求が減ってくるんですよね。お肉は体が緊張しやすくなるのでストレスも溜まりやすくなります。ストレスは陽の反応なので血管がギューッと締まったり筋肉がガッチガチに固まってきます。排泄すべき脂質も流れにくくなっちゃうわけですね。さらにストレスは先ほど言ったインスリンの効き目を下げるということが分かっています。ストレスイコール緊張感が溜まると高血糖になって太るということです。それでお酒や甘いものに手を出したらもう負のサイクルにどっぷり浸かるようになっちゃうわけなんですね。早く抜け出してください。脂肪肝は体重の 7% から 10% 減らせばかなり改善されると言われています。 10% って60キロの方は6キロ、70キロの方は7キロですよね。きちんと痩せられるので痩せましょう。それは分かっているけどなかなかできない、どうしても甘さとお肉の誘惑に負けてしまう方、一度養生の世界にどっ
ぷり使ってみるのがおすすめです。養生とは内臓機能を上げる食事、生活習慣のことです。これアメージングレベルで痩せるんです。だいたい3ヶ月間くらい内臓機能を高めることに集中すると本当に5キロ8キロ痩せられる方って多いんですよね。人間の血液は約140日間で総入れ替えされます。赤血球の寿命ですね。この 3,4 ヶ月で中性脂肪に侵されない綺麗な体に浄化した方がいいと思います。現在開講中のエリー式養生ダイエットプログラムは完全個別制のプログラムで、どっぷり養生の世界、内臓機能を上げる世界に入っていきます。短期間でどっぷり人生することで意志の弱さ、思考の癖、諦めがちな自分を飛び越えて痩せるサイクルに突入することができます。中途半端にインパクトが低いことやってても絶対痩せません。短期間でしっかり実践することで今まで抜け出せなかった負のサイクルから抜け出して新しい人生を送ることができるんです。もうダイエットも健康の不安も手放してくださいね。エリー式養生ダイエットプログラムは無料説明会もやっているのでぜひお越しください。はい、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこれからも東洋医学の養生をベースにしたダイエット方法や美容整体のマッサージやストレッチについて詳しくご紹介していきます。チャンネル登録がまだの方ぜひご登録お願いします。エリーのオリジナルブランドキレイではダイエットに使えるアイテムも満載に揃えています。また完全個別制エリー式養生ダイエットプログラム開催しています。優秀なコンサルタントとの個別相談、 LINE サポートがあります。コンサルタントは10キロ20キロ痩せた経験者、停滞期を超えて理想体重まで落とした経験を持つコンサルタントがたくさんいます。いつでも相談できる環境や励ましてくれる仲間ができます。10キロしっかり痩せるインパクトの高いダイエット方法が体系的に学べます。一人でダイエットに悩んでいる方、自己流ダイエットの不安でいっぱいな方、自分ではもう限界と思っている方、無料説明会もやっていますので概要欄のリンクからお申し込みください。今回もこの後おまけ動画があります。最後まで楽しんでいってくださいね。本日もここまでご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。エリーでした。いや、油もね、ほんと昔はこだわってたつもりなんだよね。キャノーラ油とかさ、なんかコーン油とかさ、いろいろあったじゃない。てか何で選んでたの？いやだってあの健康にいいとかコレステロールゼロとか書いてあったから。書いてあったから。そうだよね、うん、そこじゃないんだよね。見るポイントってね、やっぱり原材料名ができるだけ明確である。なんか植物性とか書いてあったら植物性でめっちゃいっぱい拾っちゃう。そうじゃなくてちゃんと原材料が何使ってるのかが分かるっていうのじゃないとマジで油はね怖いんだよね。だからやっぱオリーブオイルとかどこどこさんとか有機とか書いてあるのがやっぱり安心で、なるほどね、まあ、それは本当に原材料選んで買った方がいいよね。ちゃんと裏見ないとダメだね。そうだからなんちゃら油みたいなこうふわっとした表現で言ってるのってあんまりっていうか絶対選ばない方がいいんだよね。なるほど。ただ外食とかお惣菜とかはそういうのが使われていることが多いので、まあ、我々は選べない。だから選ぶ時、お家でできる時は選んだものを使うっていうことだよね。そうだね。ただだよ、やっぱり小さじ1杯までしといた方がいいよね。そう、うちほとんど油調理しないもんね。そうだね、うん、それでもやっていけるもんね、うん、おすすめです。年齢、性別に関係なく10キロ以上の減量を最短で確実に簡単にたどり着けるロードマップがここにあります。